どうも皆さん、こんにちは。レトパラノイスです。モンスターハンターワールド。続き遊んでいこうと思います。ゾラダマデレテって、口が回らない。ゾラマグダラオスを見送りに、彼の元へ向かおうと思います。よいしょ。調査団に入り、新大陸中の食べ物の味に特化した辞典を作りたい。私がそう言い出したとき、祖父と父は、ついでに古流の謎も解いてこいと快く送り出してくれました。そういえば相棒結局聞いていませんでしたよね。あなたはどんな思いで新大陸に来たのですか？と乾杯しながらじっくり聞きたいけれど、今は一刻を争うとき、またの機会に、はい、さて、それでは誘導作戦といきましょう。マグダラオスからすればバリエスタや大砲の攻撃はなんか痒いぐらいのものだそうです。総司令がおっしゃるにそれでいいとのこと。ハムシの群れに飛び込むことを人が嫌がるように、騒音の中では穏やかに眠れないように、彼にここは騒がしいな、外界は静かでいいなと思わせれば成功です。行きましょう。それでは私たち全員でマグダラオスにここは騒がしいと思わせるとしましょうか。オッケー、じゃあ祭りをしに行こうぜ。さあ祭りだ。すげえ場所だ。それでは作戦を説明する。地脈はこれより先、地中深くへと続いている。ゾラ・マグダラオスは間もなく地脈を進み現れるだろう。ここより奥に進んでしまったらもう手出しができない。その前にこいつで食い止めよう。あ、すごっ。モンハンの世界の船ってすごいよな。砂の上走ったり、とんでもない槍がついてたりね。この激流層で奴を迎え撃ち、進路を変更して外界に逃がすんだ。みんなで必死に大砲やバリスタを撃ちまくって、そのためにマグダラオスの勢いを止めなくてはならない。奴の体力を減らし、歩みを緩めてくれ。うちの猫うなずいてた。了解。そして今一つ、おそらく今回もネルギガンテがやってくるだろう。奴らの目的は一体何なんだ。撃退は任せた。作戦の成否はお前たちにかかっている。頼りにしているぞ。偵察を頼む。奴が現れたら任せました。来たぞ。行くぞ。うわー、ものはすぐ使え。周囲を強さに観察しろ。想像力だ。体のみならず頭を使え。ハンターたちはマグダラオスの背に到着後、奴の体力を減らせ。了解。耐熱機関を破壊。もしくは天井の鍾乳石を落としてダメージを。なるほど。天井の鍾乳石を落としてダメージ。天井の鍾乳石には火薬が仕込んである。スリンガーで撃って爆破してくれ。突入しまーす。頑張ってください。このまま降りちゃってもいいのか。ご注意を。降りれるのが操作で。オッケー。しょ。ゾラマグダラオス外角に到着しました。耐熱機関を破壊して体力を減らしてください。オッケー。ここでどれだけ奴の体力を奪えるか。また岩をキュッキュッ打つ作業が始まるけど。危ない。これ流属性弱点なのかな。実は水の方が通ってたりとかするかな。あ、てかスタミナがちょっと少ないから一旦携帯食料食べて。てか支給品ないんだね、今回の作品はね。測ってない僕。熱そうだけど。どうやってスタミナキープしようかな、これ。よいしょ。熱そう、これ。飛車は一応切れたら入れるぐらいの感じで。オッケー。よし、
前回より時間かかってないか。了解。あれなんか落ちてる。破片。トラマグダラオスの破片が落ちてる。一応鱗とかあるんだな。鱗とかがあるよりは見えないけど。昇竜石を破壊。これ狙いたいところだけど。どうやって上に登る？オッケー。落下させる準備はいいか？どうだ？これか？これ合図出してくれるかな？あ、そっか。そもそも石ころがないと。これって当たらなさそうな。出てて。めっちゃ揺れとる。当たるんかな？スリンガーで発生する音を利用すればモンスターの気を引くことができるぞ。あっぷな。あちょえ今の平気なんだ。じゃあ大丈夫だろう。進行方向左側に昇竜石の柱がある。オッケー。気合い入れろよ。どうやって。結構上登らないとダメそう。よいしょ。間に合うかこれ。100ダメージ。でけえダメージが。ついでだからこの中攻撃していこうかな。こんにちはーす。よいしょ。一回これスタミナをちょっと回復して、チューン、ゴーシャステップゴーシャーみたいな感じでできる限りやっていくのが一応良さそうかな。ちょっと鉱脈を。危ないかも。危ない。物欲に駆られたら焼かれる。マグダラオスが力を貯めています。なんだそれ。奴にダメージを与えてひるませろ。了解です。エネルギーの放出を防ぐんだ。頑張ります。もうちょっとやばいかもしれない。止まらないかもです。あっつ。なんであっつで済むんだ。あっついなこれ。よし、これより高速に取り掛かり、背の上の反発からそのまま待機。単発式高速弾の用意はいいか。いけるぜじいちゃん。しかしダメージでかいな。よいしょ。オッケー、壊したよ。破片ゲット。別の排熱機関を探せ。了解。体格が変容。マグマの流れにまた変化が。必死に登ります。あ、これ排熱機関一応マップ上に表示されてるな。排熱機関が表示されてるんで、多分。こっち側に一箇所あるっぽい。あ、頭側かな。ここがさっき壊したところだね。もう一箇所がここにあるっぽい。やっぱ頭か。背中側にも穴があるのか。ここの穴の中に、あ、掘りすぎてる。お願いします。私はこの中へ進みます。ステップ。よいしょ。ゾラマグダラオスを拘束しました。ありがとうございます。来たか。エルギガンテだ。オッケー。全然届かない近づいてる。どこに来るんだ。エルギガンテが現れました。外角前方。外角前方了解。あるものはすべて使えよ。そう、昇竜石当てられる？本気？一応先にエネルギーガンって行った方が良さそうだな。なんか外角前方前ね。あ、これ降りすぎ？大丈夫か。マグダロースから降りたらゲームオーバー説があるから。すいません、ちょっとこう
鉱脈は採掘させていただきます。 OK、 みんな戦ってるかな。よいしょ、分かってます、今行ってます。マグダラオスの拘束が解けました。拘束が解けた。問題ない、ハンターたちはネルギガントの撃退を絶望だ。ゾラマグダラオスが体勢を、どこ行くね、立ち上がろうとしています。ようやくたどり着いたのに振り落とされるな、振り落とされるな。はい、ネルギガンテに当てた方が良かった。マグダラオスが二足状態に体勢変更。体勢変更。私はネルギガンテの撃退を続行。任せたぞ。あ、そっち行くかい。下でいいよ、下で。おいで。他のハンターたちは一体どこへ？あまり無理しすぎずに。ゲダウン、よいしょ、こちら入れてアップで、なんだなんだなんだいろんなことが起こりすぎている。降りすぎじゃない僕これ。まあいいや、よいしょ、追いかけてくる。いって、邪魔された。めっちゃ結構あれだね。どうやって上に行けば。上、竹よ。相棒、頑張れ、頑張れ。すいません、山登ってて、そもそも戦えてません。もうさ、ネルギーガンテの撃退に失敗したら、作戦失敗の可能性とかありそうだから、ちょっと頑張らないと。すげえ、顔が見える。うわ、え、どうなってんのこれ、こいつの体の上なのに。よいしょ、ここどこだ全然いける気がしない。他のハンターたちはどこにいるのこれ。上に戻れないかもこれ、全然上に戻れる気がしない。これ降りちゃった方がむしろ楽かもな。よいしょ、ネルギガンテが退却しました。あれ、ネルギガンテ退却したわ。ひとまずの難はしのいだ。オッケー。作戦を続行するぞ。まあ帰ってくれたならよしとしよう。ここにあったんだけどね、さっきまで。攻撃できそうな場所を探して移動したいところだけど。今のこのこいつの体勢だと攻撃できる場所全然ないんじゃないか。ここはもう壊してやるでしょ。あ、復活する？そんなことなさそうだよね。あ、でも1ダメージ入ってる。あ、うえー死んじゃうよあ、ピヨったんだけど。マジか。マグダラオスが四足状態に体勢変更、再び進行を開始。燃えてる燃えてる、僕の体まだ。正面行った方が良さそうな、こっち側か。移動します。よし、氷壁前で迎え撃つぞ。ハンターたちは耐熱機関を破壊しよう。引き続き奴の体力を減らせ。あとちょっとっぽいからな、ここ残り。これ降りた方がいい。あ、降りすぎじゃない？それはさすがにだいぶ勢いよく降りちゃうの。スタミナちょっと回復してからやっぱやり始めた方が逆にダメージ高そう。避けれるかこれ。こうして、オッケー。これダメージは一応入り続けるんだ。まあでも効率が悪すぎるから別のところ行った方が良さそうだ。
さあ、あとはどこだ？なすべきは一体。この上登れないしな。下から行くしかないんだな。あとは頭側か？あと、鍾乳石壊せるやつがあるなら、そこを狙うって感じか。よいしょ。めっちゃ進路、方向転換してない？全調査員に次ぐ。これより最終攻防に移行する。はい。ハンターたちは、あらゆる手を駆使し、マグダラウスの体力をできうる限り減らせ。文字通り、これが最後の砦となる。障壁を破壊された時は、作戦の失敗と心得ろ。はい、了解です。え？もう一度障壁の上から進みましょう。あれで落ちた扱いなんだ。こっちだ。これいらないわ。よし、こいつを。気合い入れろよ。え、なんかしゃがんでる。撃っても当たらないな、まだ。そこに翼竜いるけど。あ、うちの猫も頑張ってくれてる。撃ちます、これ。当たんないな、絶対に。絶対に当たんないわ。ゼロヒット。これは当たりそう？まだ当たんないな。ちょっと待って。ゴー。ナイス。いいダメージですよ。反発式高速弾を使います。てい。大砲の弾を込みを一緒に、これノワールと一緒に協力するんだ。俺たち相棒同士。なんかもう一人僕のことを相棒って呼んでくるやつがいるかもしれないけど、そんなやつのことは知らない。相棒なのは会える君だ。これ当たんない系か。当たんないな。位置が悪いわ。まだごめん、悪いのは僕だ。このハンターが相棒だったっていうことにしよう。入れてくれ、ありがとう。撃ちます。高卒も、高卒ではありません。高速も解除されたか。これ弾を入れてくれ。やばい、めっちゃ力入れてな。やばくない？これ、あ、障壁の耐久値右に表示されてるね。これをまあ一応守りつつ入れてくれ。あ、さするぞ。おりゃ、避けられてる。壊れてるんだけど。壊るの溜めてくる、ありがとう。あ、笛吹いてくれてる、ありがとうね。ちゃんと攻撃するよ。ナイスひるみ。多分でも大砲で攻撃してた方が効率良さそうだ。ありがとな。よいしょ。発射は私に任せてくれ。いいよ、いいダメージなんじゃない。ちょっと障壁を守る必要はありそうだけど。バリスタ撃てるところ全然ないな。一応弾は拾っとこう。何発入ってる？3発。じゃあ僕も1発持ってこよう。よし。ごめんね。撃つぞ。さ、止まれー。まだまだ不十分、了解。ちなみに僕の指、ダメだ。当たらず。ありがとう。今入ってるんですけど、ゆうちゃん。今のところ障壁の耐久値が減る感じはないな。なんとかなってそうだ。バリスタ下にあったりするのかな。撃っちゃねー。ほら、いいよー。OK。
結構大砲ちゃんと当てればひるんでくれるね。よいしょ。これで僕が激流層使え。スイッチは船の先端だ。船の先端どこだ。これじゃあ一旦撃ってから行くわ。オッケー。よいしょ。激流層撃ちに行ってくるね。多分船の先端って言ってるから船はこっちでしょ。どうやって降りるんですかこれ。あ、降り出た。よいしょ。行くぞ。一度使えばしばらくは使えない。了解。気合い入れろよ。激流走起動します。1424ダメージ。ダメージでっか。オッケー。翼竜に捕まればいいよね。翼竜に捕まる。体力減少不十分です。上すごい。よいしょ。画面の変換とかなくそのままちゃんと上に登っていくんだ。こっちのお供も入れてくれているであろう弾を発射しに行ってくるね。よいしょ発射。向こうのハンターが入れてくれた大砲の弾も撃ちに行ってきます。撃つよー。そうすれ。あ、マグダラオスの体力減少。本当に？よし、これが最後だ。いけそう？激流層。さっき使っちゃいました。あ、いけた。よかった。これで体貫かれてなんか騒がしいで済ませるのはちょっと無理があると思うけど。やっぱ規格外の生き物なんだろうな。やば。あんな山が海の中にボカーって沈んでたらそれはそうなるよね。津波が発生したっておかしくないし。お、進路変わった。新大陸の安全は守られたのかな。長かった。ああ。でも自然に人間の手を入れちゃってよかったのだろうかという気もするけど。じいちゃん、うん、およし帰るぞ。あなたは一体途中であったね、竜人の研究家みたいな人も結局あの後まだ会ってないし、お話自体はまだまだ続きそうな感じはあるんだけどね。 OK、 ゾラマグダラオスの誘導に成功。一つの物語が終焉を告げたのかな。ちょっとじゃあこの後やることわかんないけど、一応受付所と話してきますか。はいはい。ああ、いいですね。最近は差し迫った調査もないし、なんだか平和でいいですね。あ、そういえば気になる報告が2つあったっけな。4機団の調査員が大割塚の荒地で不審な痕跡を調査中に負傷して帰還。それと大割塚の荒地にてプケプケを目撃。荒地にプケプケは生息していないはずですよね。うーむ、ほほう。
相棒、ちょっと休暇を切り上げて大蟻塚の荒地へ探索に行きませんか。ぼんやりしてたら狩りの腕もなわりそうですし、ほらね。ということなんで、じゃあ次回はプケプケ荒地、なぜ荒地にプケプケが出現したのかというところを調査しに行くらしいんですけど、まあそこまではやろうかな一旦で、その後はここから一応多分上位クエストって言って、まあ今までのモンスターとかもより強くなった状態で出現しますよっていうパートに入っていく感じになるので、まあ回で戦ってないモンスターたちをねメインにやっていこうと思います、動画ではね。で、まあその後ワールドボーンじゃないやアイスボーンに突入すると思うんで、まあそのアイスボーンはね僕やってないんで、そこからまた楽しみということで、一旦は上位のね、まあまだ戦ってない古竜たちとかがいるので、彼らを倒すことを目標にやっていこうと思います。というわけで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。またね、コスタコバイバイ。